ーカスが信号を拾ってる。近くにコンビニックがある。オーバーライドすれば周辺のデータが手に入る。これは通信アンテナ。上まで登ればポールネックに飛び移れそうだ。一人でやれるさ。あれは発電機か。電力を復旧させる方法が分かれば、いろいろと動かしてもっと上に行けるかも。私はこれで発電できたんだろうけど、もう壊れてる。発電機だ。この動力源を動かせるはず。電力が戻った。制御盤の下に見てみよう。何が起きるか。うまくいった。
機械の檻だけじゃなくて、野営地まで作ってあったのか。調べた方がいいな。騎兵が周りを巡回してる。気をつけないと。動いた。
を低くしてついてこい。いろいろありがとうな。わかった。ポーチは無理でもカバンには入る。忠実なるテナークスよ、聞くがいい。この野営地の兵がプロメテウスの民の一人を挑発して衝突が起こったと聞いた。忘れないでもらいたい。他の同胞たちは我らを栄光へと導く機会を提供してくれていることを。次に彼らの邪魔をした愚か者は臓物を引きずり出して砂漠の獣の餌食として放り出す。これは最後通告だ。こんなものでいい。レガーラに協力者がいるのか。プロメテウスの民からオーバーライドする技術を教わったんだな。恐れの谷の地図、照度の光の出入りを記録してる。それに砦の弱点も書かれてる。ブレイズを溜め込もうとしていたんだが、大爆発が起こせる量だ。照度の光を爆破して軍団が丸ごと通れる穴を開けるのか。レガーラは三王国への侵攻を計画している。軍団が十分大きくなったらやる気だ。ブレイズを始末しないと。ブレイズを吹き飛ばさないと照度の光が危ない。他の逆族の野営地も探した方がいいな。騒ぎを起こされる前にプロメテウスの民についてもっと探らないと。逆族が同族を殺すのをやめさせないと。カージャは危ない。残っているブレイズを始末しないと。
イニシエの遺跡だ。中に何があるの？ラレンドの契約書に書いてあった通路か。念のため契約書を確認するか読み返しておこう。ここはシェルウォーカーの通り道。ラレンドが装甲板を欲しがってた。野営地で来るのを待とう。先に道に罠を仕掛けておいてもいいかもな。不意をつけそうだ。エレンスが示した座標はあの残念なあたりだ。他のタイタンにハデスをインストールしてないだろう。すごい場所だな。何が見つかるんだ。ついてた。導きの塔でスキャンした座標はここだ。ホロス級タイタンの下に作業場とはな。いかにもサイレンスが逃げ込みそうなところだ。ここで何をしていたんだ。日没だ。じきに星も出てくるな。哀れなハデスよ。この窮屈な場所に押し込められたまま話せもしない。とはいえタイタンの演算オーブの中は住み慣れていたな。アップロードさえ終わればしばらくくつろげるだろう。だがその後尋問を始めるぞ。装置が点滅してる。サイレンスが残した手がかりか。アーロン、無知なお前の道しるべとなるようこれを残しておいてやろう。爆弾を使い私はタイタンから演算オーブを取り外した。我々の友であるハデスの檻とし協力するよう促すために。さあハデス教えてやれ。お前を目覚めさせた信号について。信号を受けられたのは私だけ。信号受信から17.22年後に停止した。
またそれか。お前の企みは阻止されたのだぞ。分かったか、アロイ。ガイアは再起動可能だと。そのバックアップの場所だが、そうだな、私の後を追いかけてくれば分かるだろう。人に悟ったような言い方だな。気にしない。でもオーブを見つけるには追うしかなさそうだ。もう少し辺りを調べてみるか。何かのログ。継ぎはぎだらけだ。あらゆる手を使ってハデスから情報を得ようとしたのか。
跡をたどっていくか。結局こうしてバカみたいにサイレンスの後を追うなんて、あいつに騙されてハデスを盗まれたというのや、絶滅を望むイカれた AI、 本当はあの場で壊しておくべきだった。そうすればまた振り回されずに済んだんだ。ガイアのバックアップを見つけたと確信してたけど、本当か？私が見つけた手がかりは全て空振り、バックアップは残らず消されてた。ハデスは何と言ったんだ？さておき、この先で必要なもの揃ったぜ。発掘屋みたいに目新しいものが好きなんだね。探ってみるか。この機械を使ってハデスを運んだようだ。これがハデスを閉じ込めたオーブか。あの扉、ファロの施設なのか、それともゼロドーム。
ハーデス、そこにいるのか。状態でもお前はガイアの脅威となるからな。ということはお前はまだバックアップを得ていないのだな。ならばガイアは死んだ。地球も人間も破滅する。力はそがれたが私の勝ちだ。もういい、さっさと終わらせよう。このアーロイは、あなたにガイアを復活させ、地球の生命を救えると思っているのか。ああ、思っているさ。ならば、お前は愚か者だ。絶滅は不可避。お前に何がわかる？地球を2回破壊しようとして2回とも失敗しただろ。お前は自分自身を破壊するだけだ。細工された槍で助かることもできない。お前は間違っている。ハデスは三度生命を滅ぼしている。何？それは覚えてるのか？そうだ、そのデータは残っている。テラフォーミングの逆転を実行。時期は2154、2161、2168。でもそれは数世紀前だろ。元々の役割だ。今の生物圏はバージョン5、バージョン6はありえない。そんなものいらない。この世界を救う。お前は愚か者。マスターオーバーレイの到着。名前と階級を入力して起動。エリザベト・ソベック、アルファプライム。マスターオーバーレイの起動。絶滅プロトコルを消去しました。ハデスを葬ったか。ああ、今度こそ完全に死んだんだな。そうだ、私を信じ、信じる。ああ、信じろ。ハデスの知識を抽出するというお前にできることを成し得た私を。今回はハデスを破壊させてやった。信じてくれていい。また姿を見せずホログラムか。私に刺されるとでも？これには理由が。前と同じスパイウェアか。ということは私の呼びかけも聞こえてたってわけだ。でも私を監視するために無視した。お前を中心に動く期間が終わっただけだ。私は忙しくてな。この星の運命のため長期間に及ぶ入念なリサーチを行わなければならなかった。そうか、お前も世界を救いたいのか。その通り。そしてお前と違って私は結果を生み出している。ガイアのバックアップは見つけたのか。そうだな、見つけはした。どこだ？ここだ。だからお前をここに残した。この扉の向こうにある古の施設でハデスの絶滅プロトコルは完成したのだ。
数百回にわたるテストでは毎回ガイアのバックアップが使われた。ハデスから聞いたのか。吐かせるのに手こずったが、なんとかな。で、この半年間探し続けたものを得る気はあるか？それともそこで口を開けて突っ立っているか？よし、中に入ってバックアップを探してみる。だが覚えておけ、これもお前の策略だったら。ここは遺伝子でロックされている。この扉はお前にしか開けることができないのだ。罠など仕掛けられんよ。今度私を騙してみろ。次こそ生身のお前に出てきてもらうぞ。口を開く前にこの槍が突き刺さるかもしれないが。アーロイ、私のおかげでお前がこの半年間必死に探し回っても見つけられなかったものが手に入ろうとしているのだぞ。ノラの異端児として育ったお前に礼には期待しないが、多少思い巡らせば私に礼を言って叱るべきと思うがね。冗談だろ。これはついてるな。ついてる？扉が開かないんだぞ。見ればわかる。だが故障はしていても中には入れる。多少の忍耐があればな。その結晶が見えるか。オセラムがファイアグリームと呼ぶ爆発性のものだ。扉そのものを吹き飛ばすほどの力はないが、少し隙間を作るくらいならできるわけか。その通り。だが点火装置が必要だ。今から設計図面を送る。作成には機械の部品と種火槽から取れる油がいる。水中に生える植物だ。近くの湖で見つけられるだろう。部品は多少手間がかかる。リープラッシャーの動力源から点火コイルを手に入れろ。機械を倒す前に動力源を切り離せ。狙いと壊れる。わかった。種火槽はもういくつか手に入れてる。あとは部品だけだな。あいつらから点火装置の部品を手に入れよう。電撃にもかなり強いみたいな。よし、点火装置の部品だ。あとは装置を作るだけ。施設の入り口近くに作業台がある。ハデスをいじるのに使ったのか。いじる？
重要データの抽出と言ってくれ。これでファイアグリームを爆破できるはず。そうだな、そいつは役に立つぞ。私もホルスから演算オーブを引き上がすときに使用した。そうか。私なら後ろに下がった。入れる。ならばもたもたせず先へ進め。この点火装置で他のファイアグリームも爆破できる。今は目的に集中しろ、アーロイ。